スペル県のコミューン。県内におけるスペゼの位置、スペゼは1216年にスプラトと呼ばれていたが、その後スプゼイとなった。一般的な語源としてブルトン語ですぐりを意味しているというが、他にも仮説が存在する。多くのブルターニュの地名でスペスが見つかっているので、この街もスペスと関したのかもしれない。フランシス・ファブローと グルバンペロンは、スペゼが、ガリア語のスパデイデンであるとした。地元のブルトン語発音では、スプイ、となる。母音に挟まれたゼットは、近年強いブルトン語アクセントの影響下にある。スペゼは、県中央部の東寄りにある農村の自治体である。歴史的には、コルネアイユ地方に属する。コミューンは、大沼川とイエール川が運河となった、大きく蛇行する、水の流れが、 西と北の境界となっている。その領域の南東端は、ノワール山地の最高地点である標高318メートルの、ルロック、H2 アレンと接している。町は、コミューンの北西部にある標高100メートル前後の小さな丘を占めている。隣接するコミューンは、東のサンテルナン、南東のグラン、南のルトゥアレック、南西のサンゴアゼック、西のシャトーヌフィコールデュフー、 北西のプロネベズデュフー、北のランドロー及びクレダンポエルである。1675年の飲酒税一期の際、スペゼの教区民たちは、サンテルナンにある、ルモワヌド・トレビニー公爵が所有する、ケルゴエ条略奪に関与した。教区は、損害賠償として5000リーブルを支払わなければならず、公爵は損傷の修理に悩まされた。1676年の恩赦からは、 京区の4人は除外された。1770年、ジャンバティスト・ジェによれば、京区の土地は大部分が荒れ放題であった。当時、の人口は約2400人であった。特に山中の土壌は、質が悪く、人々がうまく利用することができなかった。本当に良い土地は、京区の北にあった。1779年の9月から10月、赤痢が原因で、 約150人の犠牲者がスペゼで出た。感染の恐れがあるため、遺体は教会に運ばずに、直ちに埋葬するよう命じられた。違反した場合は20リーブルの罰金が生じた。1944年6月24日、10人のレジスタンス活動家がスペゼで逮捕された。彼らは、ファウエトにおいて、ドイツの軍事法廷で死刑を宣告された後、 ランベネジャンで射殺された。スペゼの人口増減グラフ参照もと、1999年まで、イヘス、2000年以降は NSEE。ありがとうございます。